ですそれじゃあマージャン実況ね今日は4人マージャンでやっていこうかと思いますやってみるとね結構面白いもんであのメッセージの方もいただきますんでねその通りに進めたいと思います、えー、今回は頑張ってトップを取ってくれということなんで優勝を目指してやってみようかと思いますさあ第1打は7万もういい射ですねこれね3万が入ったら簡単なんですけども今回は入っていないということですね 小、まあ、層を残して、789の目を残しながらですけども、そうなったらね、今度は、この手を壊していくことになりますんで、あ、酸素がもう2枚出てますね。すごいですね。どういうことなんでしょうか。<laughs> はい。で、これで E ペーコン含みになりましたんで、このまま進めていこうと思います。まあね、んちゃんとか、あ、3万来た。んちゃんとかなんとかはね、ならないと思いますけど、あ、ドラがもう枯れちゃいましたね。で、これでね、あの、マンズが結構来てるんですね。 これで、あの、ソーズが頭になれば、そのまんまテンパイを組めるんですけども、なんかなかなかテンパらないですね、これね、ここまできてるのに。ハイパイでいいシャーテンなんですけどね、甘露層か。ちょっと酸素がないところで甘露層のリーチってのはあんまりセンスが良くないんですけども、まあ、遅ればせながらのリーチということにさせてもらいましょう。まあ、これは上がれなくてもしょうがないかなってことこですね。はい、まあ、脳テンバップ3000点もらった、みたいな感じになります。うん。 はい、じゃあ、親番なんで、ここはどうしても上がりたいかなって。またイーシャーテンですね。これね、通常でしたら両ピンから切っていくとこなんですよ。3、4、5とか単位を確定とかをね、目指して。だから両ピンから切っていきます。ドラもマンですしね。まあ、焦ることはないですね。薬杯をちょっとね、切ることになりましたけど、残念ながら。らダブトンはちょっと残しておきたいですね。はい。まあ、薬杯を使う局面ではないんで、これでいいでしょう。ただ、トーンはね、ちょっと薬杯としての活路が大きいんでね。ちょっと、こういう風にするか。 あ,あ、また来た。ちょっとテレコテレコになってます。残念ながら。これはね、リャンピンを地位するパターンですね。リャンピンが地位できるといいんですけども、できるでしょうか。できそうにないです。はい。ダブトンここで手放して。うーん。どうしてもね、ダブトン来ました。テレコテレコですね。かなりの。はい。酸素は取るみたいなんで切っていきましょう。こうなると、ロウソウを引いて、 テンパりたいってて気持ちが出てきました本当になんかねハイパーイイシャーテンでテンパらないっていうの異常ですねこれああテンパったけどチーソーは大丈夫なんでしょうかうーんチーソーをここで打つのは甚だしいですねああでも通ってますねこっちそうね切っていきましょうあ上がれたたまたま上がれました <laughs> 本当にたまたまです <laughs> こんなことでいいんでしょうかあこれは本当偶然たまたまですねひよってたら上がれたみたいなねそんな言葉がありますけども ドラがスはなんでこれを活かしておきたいんですけども、チートイヌイ射点になりました。まあ、これは、そんなに考えることはなさそうですね。まあ、くっついていく方にくっつけていくって感じですか。それがなかなかくっつかないっていうんだから面白いですね。はい。トイトイの手配にもなあ,あ、チートになりましたね。リーチはさすがないでしょう。イーソーがまだマシなんじゃないですか。イーソー2枚切れてるけどまあ、一旦こっちでテンパっておきましょうか。あ,あ、スワンコの面も出てきたみたいですね。 うーんまあ、これ、パワー1が狙い目でもあるんですけども、ああ、ソ葬か。どうしよう、パワー、あスワンコなっちゃった本当についてない。<laughs> まあ、これ、パワー1町はね、そんなに悪い町じゃないですよ。ス <laughs> ジ町というかね、ウーワンが問いつってますからね。はい、スワンコ積もってましたね。相当センスよくやれば。はいうーん 手が良くて腕が悪いって一体どういうことなんでしょうか <laughs> これはこっちのマンズのメンツを嫌っていくところだと思います。はい、ああ、もう来ちゃいましたか。あんなんートといたんですよね、切ったら。あ間違えた。シャア切るつもりだったんですけどね。ええー。しかも、チートいと分かっていながら打ってしまいました。飛んでますか。うん あなんともへぼいことになりましたね本当に申し訳ないですこれは789の3色を最初から否定して進めていくことになりますえー、っとこれこっちの方切っていきましょうかもう、うん、ああ789のメンツできそうにないですねパス層が枯れましたっていうことはちょっと無理に寄せていく手ですねこれはね要するにこれね9層短期なんですよ狙うは そのためには、チュンかナンが問いつってもらわないところ、まあ、肝炉層でもいいか。肝炉層をチーして、急走短期。あ、これでいいですね。はい、ご愁傷さまでした。上がらせていただきます。上がれんな。上がれんな。急走あんこか。 いい街だったんですけどねパーソンを早めに打って急走を固定したんですねうんじゃあこれはちょっと悪空間でいきましょうか上がりに向かうは空間ということでうっスを両方ともポンできると信じて進めていきます、はい、まあちょっと無茶な動きではありますよ確かにねこのぐらいしたら面白いでしょうでも、はあ 台無しです、ね、本当に絵に描いたような台無しの泣きをしてしまいました自敗も問いつらんし、お問いつったチューンはもうすでに泣けないところになってますあなんでパンはパスをポンできるんでしょうね、不思議ですねまたパスを出てきたよ何を考えてるんでしょうかこれまさか5枚目のチューンを引くっていう手があるんじゃないですかないかこんなヘボな打ち筋で じゃあトンラスになりましたねすごくいい手ですねもう深いこと考えずに上がりを作っていきたいですねこれはローマンが上に伸びると上がりやすそうですあこうなっちゃったかあしょうがないですねちょっと面前手で攻めることになりそうですあなんでやねんああすごいでかいのいっちゃった 1600だ親番かと思ったら違ったんですね、はい、びっくりしました <laughs> びっくりしたうんあこれはこれを切っていくしかないかやっぱりね第1弾の自敗切りっていうのはねなかなかしたくないなってとこですよさあこれはこういきましょうか、はい、あとはローピンを引くだけの作業ですね ああ痛い痛い痛いまあ痛くないけどうーんウーピンを激相もしましょうかあらららああ激相もできなかったですねパシッと飛車を引くっていう手もありますけどねウーピン通ったんだうんあら 積もられたモズって言ってからね積もる人もいますけどもうーんまあ派手な上がりも出ませんし派手な上がりもされてないし昇降状態ってとこですねこの辺りでトーンを切っていくというねでもう一回積もるみたいな作戦ですけどもんカ,ンカンしないでしょカンうわんでしょどっちかってうとあのーワンか あ、これは、関してみたら面白いんじゃないですかどうなるのあ、リーチできた。やったついてますね、これね。うん、あの、切り出しのリャンピンが素敵じゃないですか、これ。これ上がりそうですね。あ、い,いピン取らか。今頃気づくわけですけども。あ、上がれた。偶然上がりました。偶然い、e、スーピンのところに偶然スーピン引きました。はい。変な天板で <laughs>。リーチボン2本ということですね。うん、これも簡単に上がれそうなんですけどもね、今日ね、鮮やかな泣きが出ないんですよね。 なかなか鮮やかなりしなきが,が苦しいとこだなと思いますねスポットね3万ぐらい引きそうなもんなんですけども、うん、じゃあこれはこれでいいでしょう、うんはい、じゃあ次は何を引くでしょうかまんずの複合形になってもいいかなとただやっぱりこう関数ピンを引いてねトンとまんずのバッタにしたいところありますけどねこれトーンが出ないんですなぜかトンいらないでしょ皆さん 切ってくださいよ意地悪せずにはい意地悪ばっかりですわあなんか <laughs> そうだったんですね誰も持ってなかったんですね自分で泣いちゃったみたいなねそんな言葉もありますけどもね、えー、これは t 1切っとこうかはいおしまい天敗他の方もいたトップから展望へつってはいもうすぐ終わりですけどもどうでしょうかね パワー1が重なったりしないですかね。いつもの私だったらパワー1重ねるんですけどね。スラッと。いつもの私じゃないというね。そんなことになっております。G1 が切れるじゃないか。なくなっちゃった。G1 なくなっちゃった。あ <laughs> これは苦しいですね。えー、パワー1が問いつらない限り、これで8級のメンツ死ぬじゃないですか。うん、9番切っおきましょうか。あパワー1重なった。ということは、 これは、ピンズを落としていった方がいいのかな。7?7 層切っていこうか。まあ、ヒントがないところですけどね。あ,あそういうこと。あ、危なかったですね、小層ね。パスをとか、安いはい、ラスマになりました。なんか、いいところあんまりなかったんですけども。 E1 すでに枯れ。うん。まあ、リャンゾ蔵切るしかないですね。はい。じゃあ E1 と振り返っていきましょうか。789のね、3色目。678か。こちらの方があったんですけども。仕方がない。あ、リャンゾーがね、アンコールとはね。もう何もいいことないですね、これね。はい。せめてチュン泣かしてって感じになってました。3ワンからでも泣いていいかなんお。なんだなんだけ問いつったんだ 派手ですねここはビビっていった方が良さそうだなビビっていって打ち込んじゃやあよっちゅんであらローピンか止めたよなんだあれなんだこれ変なリーチやめだよはいトップを取れというね指示で始まったんですけどもどうも厳しいですまともな上がりがない上にドラを切ってしまいましたもう動揺を隠せません2着で許してくださいシャオを泣いて 二着を狙ってい,こうと思いますもうそんなところで勘弁してくださいよもう今回はねうっかり八兵衛が重なりましたね本当にねまあそのうっかりが実力なんでしょうけどねきっと今回だけたまたまっていうのが毎回起きているってことですからねあなんということだ本当テてコこてコっていうね言葉がまさに 合っているというはい、ジャレアンズを切らしてもらってバカ野郎バカ野郎3着になりましたすいませんはいすいませんでした終わりです